ギルフラットにね、いい食い方してるでしょう。今日のテーマはサーキットパイプ。サーキットバイブのリフト&フォールでしゃくってなんとか冬場走。さあラスト1時間、ね、連れてけろ。よっしゃ来たぞ。よいしょ。おお、越冬バスね。えもう硬直してますが連れてくれましたよ。はい、帰着ちょい前、しゃくりまくったら冬バスくんね、冬っぽい釣れ方してくれましたよ。メタルバイブ、サーキットバイブでの動きです。じゃあ逃がします。ありがとう。はい、帰ってきました。今年の一番締めのバス、最後のバスですね。もうちょっとバス釣り、来年まで行けないので、一番最後のバスを連れてきてくれたのはこのセットでした。デプスのサーキットバイブですね。これの軽い方っていうんですかね、このピンク色のこんな感じのサーキットバイブが活躍してくれたんですけども、いやー、尺って朝ね、結構実はあのこっちの大きい方のサイズ、大きい方を一日尺り倒してやろうと思って、午前中の一番いいタイミングで尺っていたんです。これ2分の1オンスですね。2分の1オンスを尺っていたんですが、どうにも当たりが取れなくてですね。で、夕まずめ一番最後の最後、ちょっと一番軽いやつでやってみようってことで、これ4分の1オンスですね。4分の1オンスのサーキットバイブをしゃくったところ、コーンと気持ちのいい当たりがあって、まあ小さいんですけどね、今年一番最後のラストバス、釣ることができましたね。これまたね、年明けて1月の寒い時期なんかもさらに練習してみたいななんていうふうに思うんですけども、サーキットバイブね、お気に入りなのはこのとんでもなく鋭い流儀のですかね、これダブルフックがついているっていうことで、非常に当たったら乗るぞっていう感じがお気に入りですね。この針が冬場のあの繊細な一匹釣れるか釣れないか、それ逃したらボーズっていう魚を釣る時に、この標準装備されている針がフッ素コーティングされてるんですかね、これめちゃくちゃ鋭くて、カンっていうあたりをバシッと、しっかりと絡めてくれるっていうことでお気に入りで使っております。で、今回ですね、使っていた道具、これはですね、レジットデザインのワイルドサイドの 610mh っていうことで、ちょっと長めの竿ですね、5g から 21g まで使うのにちょうど
どいいよっていうことで、結構先端までピンと背筋が入ったような張りのある竿なんで、自分の結構ワームの釣りだとちょっと張りが強すぎてですね、あんまり使っていないんですけども、今回この手のね、あの当たりを取ってバシッとかけていくっていうね、こういう釣りでパッパッパッパってこうリフト&フォールさせるときには非常に使いやすかったです。で、まあ6フィート10インチでちょっと長さもあるので、2段しゃくりがやりやすいなっていうことで、普通 M パワーぐらいの短めの竿で1回テッてしゃくってテッてしゃくってっていうのを繰り返すんですけども、6フィート10インチあって長いんで、テッテッてっていう、まあ何ていうんですかね、ほんと細かい差なんですけど、2回に分けてしゃくるなんていう操作が非常にやりやすかったなっていうことで、でポイントから外れたらシャカシャカシャカってすぐ回収したいなっていうことで、リールは今回はレボの LTX ね、これギア比早い、8.6 対1とか確かあったと思うんですけども、一番初期型の LTX ですね。このリールに糸はこれ16ポンド、まあいざワームをカバーに入れたくなった時に入れられるようにっていうことと、あとはですね、16ポンドぐらいあればこの細い針なんで、ゆっくりグイーって引っかかると、あ、立ち木だったら大概針が伸びて帰ってきてくれるんですね。なくすと嫌ですからね、ちょっと自分はここら辺はメタルバイブ使う時とかは16ポンドとか14ポンドとか、ちょっと太めの糸を、入れております。だいたいダム湖でこういった釣りで釣れるとか狙うっていうのだと、自分の行くダムだと、まあ、深くて13メーター、大概7メーターから11メーター、ここら辺のレンジを狙うことが多いんで、その程度の、水深狙うのだと、まあ、16ポンドでもですね、そんなにストレスなくスーって落ちていってくれますんでね、細い糸にした方がもっとシャッて落ちると思うんで、メリットもあるかと思うんですけども、いざという時にこの一番当たり針っていうか、当たりの色とかですね、釣れてる重さのやつが、あーさっきなくさなければな、なんていうことにならないように、まああと根ズレなんかにも強いですからね、たまにリアクションの釣りなんで、大きなサイズが食ってきちゃったりすることもあるんで、そんな時に切れないようにバレないように、ちょっと太めのフロロカーボンの糸を入れて使っております。というわけでですね、本日の釣り子 TV は、今年ラスト、最後の一匹ですね、このデプスのサーキットバイブ4分の1オンスピンクカラー、これで釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。